1623年に発刊されたジュリアス・シーザー。ジュリアス・シーザーは、ウィリアム・シェイクスピアによって書かれた政治劇、悲劇である。制作年は1599年と考えられている。ローマの独裁官、ガイウス・ユリウス・カエサルに対する陰謀、暗殺とその死の余波が描かれている。ローマ史に基づいてシェイクスピアが書いたローマ劇の一つである。この劇においてシーザーは、 中心的人物ではない。三場面に登場するに過ぎず、第三幕の初めに死んでしまう。この劇の主人公は、マーカス・ブルータスであり、彼の名誉よく、愛国心、友情の間の葛藤が描かれている。多くのシェイクスピア評論家と歴史家が、この劇が王権の継承についての当時のイングランドの一般的な心配を反映していると考えている。すなわち、 この作品が創作、上演された時期、イングランド女王エリザベス一世は、高齢でありながら、後継者を指名するのを拒否していた。そのため、彼女の死後、ローマと同様の内戦が起きるかもしれないという不安が持たれていた。トマス・プラッターという植物学者で医師でもある、スイス人が、1599年9月31日に、ロンドンのバンクサイド劇場で、 悲劇ジュリアス・シーザーを見たと旅行記に書いている。この旅行記は彼が1595年から1600年にかけてフランス、スペイン、イギリス、オランダを旅行した際のものである。この舞台がシェイクスピアの作品である可能性が非常に高いと思われる。日本語訳の脚本、上演は伝統的に英語読み表記を採用しているので以下の劇中人物名は 英語読み表記で示し、対応する歴史上の人物名を括弧内に示す。ありがとうございます。